3式1号電波単身技3型は日本海軍の開発した陸上設置用の対空警戒レーダー。1号3型電探、13号電探などと略称される。小型軽量で非常に成功したレーダーのため艦艇にも多く搭載された。前型の1号1型や2型は重量課題で移動が困難だったため小型軽量化を目指して開発された。 使用波長は航空機に対してより性能の良い2メートルとした。戦闘出力10キロワット、測定は最大感度法、重量110キログラムで分解すれば人力でも運搬できる重さとなった。アンテナはヤギ、歌アンテナを4段積み上げた形で高さ4236ミリメートル。探知距離はカタログ上では短期で50キロメートル。 変体で百キロメートル、指示器の最大メモリが百五十キロメートルだったが、実際には、変体で百五十キロメートル以上、敵が味方式別装置を使用すると三百キロメートル以上でも、探知可能であった。空母、随格の測定距離は二百四十キロメートルと表記されている。本型は、小型軽量で、性能も良かったため、九百四十三年の採用以降、 陸上ばかりでなく、艦艇にも装備された。艦艇用対空用見張りとして、21号電単を廃止して13号電単に統一せよという提言も見られる。実際に21号電単を廃止して13号電単に交換した事例が、秋月型駆逐艦。1944年2月には2号2型とともに大幅な増産が図られ、同年7月には、 特急整備として、呉海軍交渉で、ほとんどの艦船に装備がされた。生産台数、約2000台。潜水艦にもアンテナ部のみを変更し搭載された。このレーダーを搭載した1944年春以降は、潜水艦の被害が著しく減少したという。潜水艦用としては、まず季節の昇降式短波無線マストを、 回路切り替え式として兼用する方式で装備された。この装備法ではアンテナが全くの無指向性となるため、最大感度方位の測定ができず目標の方位が不明となるが、潜望強振度で先行したまま使用できることが利点であり、浮上前の対空警戒用に使用され、効果を上げた。ついで、浮上中の対空見張り用として、目標方位も含めて探知可能とするよう、 ヤギ、歌アンテナが増設され、タンパ無線マストと併用されるようになった。都市号商法 P4、森久市 A、軍艦メカニズム図鑑日本の巡洋艦、ISBN4 から876871329、P245。都市号商法 P3 都市号商法 P8、日本無線紙、第10巻、P386 の記述による。ありがとうございます。